人の部屋で何してんの？ブッサイクだね、お前。忘れないように食っておかなきゃ。あの方に喜んでいただけるわ。美しく強い鬼は何をしてもいいのよ。本当に私は道元の六だもん。本当だもん。食事が来たわ。私を排除するですって？何なのよあいつ。今のままじゃ殺されちゃいそうね。バッカね。次は頭取ってあげる。神対人類最終闘争ラグナロク。戦わずして人間を滅ぼしたい？もしかしてですが、ビビってるんですか？いける。さあ行くのね、佐々木小次郎。はいはい、どちら様？あなた茜ちゃんだっけ？顔だけでも見ていきたいって言うなら面会ぐらい大丈夫だけど。分析官の空の森しおんよ、よろしく。でも事件じゃないんでしょ？誰も何に加担してるかわからない。私は天城よ。赤城がそう望んでいるのだから。朽ちた部品の寄せ集め、海に浮かばぬテセウスの船、それがあなたよ、カガ。みんな仲良くと言ったでしょ。はい、仲直りの握手ですよ。ヘカート。それなら私のヘカート2だって思い切り反則って言われてるよ。助けて。どうせ私からレクチャーするだけなんだろうけど。生き残っているのは21。ちょっとは警戒しなさいよ。近距離でかわすとでも？冗談じゃないわ。なんだ、お前ら待ち合わせでもしてきたのか？妖艶さなんて高校生男子に需要があるとも思えんぞ。なこと、どうでもいいだろうが。次はそいつがイオリかどうか確かめようか。人格が入れ替わったか。わからん、この現象が今日一日だけのものだったのか。担任の天津です。じゃあ最初だし自己紹介してもらおうかな。放課後職員室。ダメだよ、若いうちからタバコなんて。将来大人になった時絶対後悔するんだからね。何、若いと思って舐めてんだったらぶっ飛ばすわよ。ありがとう。私はあなたの同僚になる小柳花子です。そうよ。喧嘩でもしてるの？あんたこそすぐいらんおせっかい焼きたがる癖をいい加減なんとかしなさいよ。大丈夫よ、もう決めてあるから。興味湧いてきたら一緒にコスしてみない？私たちは魂の。うちのコーヒーはすきっぱら膨らますためにおかわり自由なわけじゃねえぞ。ただじゃねえぞ、後で皿洗ってけ。レオ、無事だったの？あ、早く逃げな。いつ化け物が襲ってくるかわかんないよ。いらっしゃい。どうしたんさレオ。